絞りはあのこんなんです。人間の面とは猫の面とみたいな。あ、見えてます見えてます。はい、これが絞りです。で、これ絞った状態、絞りが小さくなったって言います。今いいこと説明してくれたな。もっとちょっと前に過ぎてしまった、未来を取り戻して磨いて目の前を未来としよう。今いいこと説明してくれたな。もっと今のカメラやったら絞りっていうのはカメラ本体側に操作のボタンがあったりして、うん、こっちを触んないんですよね。そうだね。こういうところ使っちゃったりとか、そうそうそう、こういうところ使っちゃったりとか、これで絞りの代わりになっちゃったりするもんね。そう。オールドレンズ使うのにも、うん、絞りをこっち側でいじれるやつといじれないやつってあるんですよ。これそうなんですよ。それオールドちゃうで。これはね、ただの、あの、ま、そこそこそこ。クラシックレンズ、オールドプリよな、うん、あのオールドレンズ、クラシックレンズとこれはどう違うかっていうと、これはただの古いレンズなんですよ。要は僕ら子供の時の使われたやつです。言うたらね、だからこういうちゃんとなんか電磁接点があったりして、その代わりこのカメラ本体、うん、レンズ側に絞りの部分がなくて、だからその場合はここのレンズのここのポッチリがありますんで、うん、ポッチリがありますんで、ここに指突っ込んで強制的に絞りを開けっぱなしにするかどうかとかってちょっとこう調整して後からいじれない。そうだね。あ、カチさん遅くまですいませんね、ありがとうございます。またまたあの動画あの編集してあげますんで、そっちまた見てくださいね。遅くまでありがとうございました。おやすみなさいね。っていう風に開けないとね、そう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 それ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 、うん、閉まっちゃってるんよね。だからアダプター使うと自動的にこれが開くはずやわな。そう、開きっぱなしになるか、うん、自分でちょっと調整するかっていうことをしなきゃいけないんですけども、調整できああ、できへん、閉まってるわ。これむっちゃ絞り込まれてる、うん、そうそうそう、アダプターにつけたら絞り込まれたままやから、この手のレンズはちょっと楽しめないって考えた方がいいね。あのね、あのそれを開けっぱなしにする、なんかちょっと工作をして、これをアダプターをガチャってつけちゃうってことをすると遊べるんですよ。ここのとこなんか引っ掛ければいいんやもんね。そう、でそういうことをしなくてもマウントアダプターでもこのインダスターなんかは絞りが こっちの方でいじって遊べる。設計が古いので、そもそも人間がここで人間がカチカチやってあげないとあかんや設計になってるのが、逆に付け替えた時にすごく便利で、何の情報も伝えてくれない電子接点がなくても、ただつないで、要はここのところでちゃんといじってあげれば楽しめてくれる、楽しめるっていうのがありがたいですね。ね、ここで補足されてるのは、今のカメラはカメラ本体側で絞り変えますよね、うん、こっちの本体側で絞りを変えるんで、うん、本体がレンズに対して君今絞りいくつだいみたいなね、情報交換するんですよ。あれ？このレンズ、ちゃんと刺さってないんじゃないの？みたいなことを認識しだすと、ちゃんとこう動いてくれなくなると。うん。なんかその時はちゃんと電子接点を殺してね、なんかちょっとテープ貼ったりして、なんかすると、絞りの問題が解決して使えるようになったりするんで、うん、ちょっとその辺はね、工夫がいると。ただ工夫さえすれば遊べるようになると。本体によってはそういう話ありますよね。そうそうそう。うんうん、本体が賢すぎってね。そうそう、ちょっと細かくメニューの中いじっていくと、その手のやつを全部無視するっていう設定があったりするので、その状態ちゃんとシャッター切れれば撮れるわけですよね。あとはこの S、 あのちょっと今まで説明してなかったですけど、今出てきてるレンズって全部これ 35mm フォーマット用のレンズを APS-C っていう小さなイメージセンサーで使うことで、ちょっとね、あのそもそも違うんですよね。もともと本来設計されていたレンズの性能とか見てる方向とは違う方向で使ってるんですよ。何かっていうと、イメージセンサー小さいと、例えばこの 15mm の場合は、記事の中で書かれたと思うんやけど、このカメラで使うと APS-C サイズのイメージセンサーで使うと、どんぐらい ?22mm ぐらいやったかな、確か。広角レンズに相当するぐらいな。22mm の広角レンズって、まあ、いわゆる 35mm のフィルムの中ではないラインナップで、
近くで言うと21ミリか24ミリか28ミリぐらいなんだけど、いずれも、まあ、いわゆる超広角って言われてて、もうここら辺で構えるとですね、もう50センチ先ぐらいでも、あの大人の顔3つぐらい入るぐらいの感じの広さが取れるんで、すごい楽しい。で、この中で、まあ、ロシアの今のレンズっていうのはそういうふうに、このシリーズっていうのは実はそういうような理由があって、お得な、あの、しっかりしてんのにお得であると。うん。いうことが特徴で、まあ、何度かあの流行ったりすることがあったと。当時から描写性能もいいし、値段も安いけど、あの性能いいねってことで。ただ、後ろのそのビオゴン構造のせいで、レンズの後ろがすんごい出っ張ってるから、ほとんどのカメラに一眼レフには付けられないので、あの実際、レンジファインダーカメラ専用のレンズで使うような状況が長く続いてたんですね。だけど、ミラーレス一眼の登場とともに、それとアダプターがですね、マウントアダプターがいっぱい出たことで、ようやく、この干渉っていう問題がですね、クリアな、あの、問題解決してみんなが楽しめるようになったっていう、今ありがたい時代に我々は生きてるわけです。そこ押しますね。はい。ちょっと前に過ぎてしまった、未来を取り戻して、磨いて目の前を、未来としよう。